新年さんが花屋から帰ってきました。早かったな。こっちへ来なさい。どうじゃ、あったか。はい、二つございました。そうか、帰ってきたか。それが借りようと思ったんですが、一つは綺麗だったので部屋に飾るようにって花屋さんがお友達にあげたそうなんです。ほう、部屋の飾りね。じゃあもう一つは？もう一つはですね、美味しそうだったんでお花屋さんが朝ごはんにお味噌汁に入れて食べちゃったそうです。食べた。なるほど、つまり部屋の飾りになって味噌汁に入れて食べるもの。さっぱりわからんな。お嬢様、知識って何か教えてくださいよ。黙れ、陳年。私は一度教えたことは二度とは教えん。お薬の支度ができた頃じゃろう。お医者様のところへ行ってお薬を受け取るついでに先生にお目にかかってですね、こう聞きなさい。先ほど和尚の診察をした時に転式という言葉を聞きましたが、その言葉を存じません。どういうものか教えていただけないでしょうか。とお前の腹から出たようにして聞いてみなさい。わかりました。でもお医者様に聞くのはちょっと恥ずかしいです。それが大事なんだよ、陳年。私に聞けばお前はまたすぐに忘れるだろうよ。他人様から恥ずかしい思いして聞けばだぞ。二度と忘れることはないんじゃ。わかったな。早く行きなさい。次回続きます。 See you next time. バイバイ。オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、クローブ、甘草の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい、骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会。対象は一般の方から歯科医師まで。講師は医学博士の大口博先生。説明会随時開催中。お問い合わせはお電話で。